6年間住んでいた家です。この家はもともと別荘で、6年前か7年前ぐらいに買いました。で、買ってすぐ移住したんですが、この家は電気と水道、ガスが来てないです。もともとはこの家の下の、ちょっとここ汚いんですけど、下に発電機と井戸がありました、ここに。今はもう使ってないんですけど、左側が発電機で、右に井戸がありました。発電機がないと水が使えない状態だったので、まあ、たまに別荘で来る分にはそれでよかったんですけど、発電機を使って水を使うっていうのはちょっとめんどくさかったんで、まずは山の水を引いてくるところから着手しました。水タンクは家の裏にあるんですけど、もともといろんなやり方をしてたんですが、今はこの家の裏に水タンクが置いてあります。こんな感じで、ちょっと山のもうちょっと上の方から水を引っ張ってきて、この青いケースに水が入って、まあ、ここで泥を落としてるんですけど、で、この黒いタンクに入って、ここから家の配管に水が入ってます。あ、ここの掘ったての台は、もともとタンクを置いてた名残なんですけど、凍結とかいろいろ問題があったんで、こっちからこっちに移動して、配管は土に埋まってます。ここは家の裏なんですけど、家の裏の屋根も移住してきてすぐ取り付けました。で、このお風呂が薪で沸かす風呂釜なんですけど、これもすぐ付けました。もともとはプロパンで沸かすようになってたんですけど、プロパンの湯沸かしが電気もいる湯沸かしやったんで、それも発電機を回さないと使えないんで、かなり使い勝手悪かったんで、この自然対流で沸かせる風呂釜をつけました。壁に穴を開けてます。ここも本当はこれをつけて塞がないとダメなんですけど、もうずっとこの感じでほったらかしになってます。発電機は井戸の横にあったんですけど、家の横に今は置いています。この発電機は洗濯機です。洗濯機を回すときだけ使ってます。洗濯機はこの二層式の洗濯機です。で、洗濯に使ってる水はここの水なんですけど、さっきの家で使うタンクのオーバーフローがここに入っていってます。で、ここのタンクもいっぱいになったら、あのキャンプ場の小さいタンクに入っていくようになってます。こっちが家の前で、ここにあるのがコンポストトイレです。で、ここが家の前で、ここの屋根は移住してから増築しました。あとこの奥の部屋も子供部屋やったんですけど、ここも増築しました。広さは4畳半あります。この白い壁が元々の家で、こっちは増築した子供部屋になります。この壁から出てる線は、ソーラーパネルの線です。で、上にソーラーパネルが貼り付けてあります。で、この家の下が今、キャンプ場って言ってるところです。ここはもともと畑でした。ここはまあ、キャンプ場って言ってるんですけど、人に貸すとかではなくて、まあ、自分たちの庭というか、庭でするキャンプ場みたいな感じです。あ、ほんで、このホースが、さっきのオーバーフローの水がここに入っていってます。で、キャンプ場の下のこの小屋が、鶏小屋です。家のこちら側は、薪小屋になってます。この薪は、家の中の暖房用と、
お風呂はガス薪になってます。家の横に薪小屋があって、この下が道具小屋です。道具小屋？物置。ここにいろいろ道具を置いてます。それでこの隣が、これピザ窯か、もう全然使ってないんですけど、ここがピザ窯で、でこれの奥の地中に半分埋まってるところがサウナです。水風呂がここですね。この水はまた違うところから水を引いてきてるんですけど、ここの谷のちょろちょろって湧き出してる部分があって、そこの水めっちゃ綺麗なんですけど、こんな感じでほぼ泥も噛んでないので、こんな感じです。これはこの前サウナで入ってた水風呂です。ここにサウナがあって、物置小屋、家、キャンプ場、鶏小屋です。でここが彫刻場って言ってるんですけど、皮を剥いた柱を置いているところです。鶏小屋の下は鶏の庭になってます。ここで、ここにあるのがコンポスト、生ゴミを堆肥にするところです。真ん中で区切ってて、両方使っていくって感じですね。一個が満タンになったら隣を使うみたいな感じで回していってます。でここが鶏小屋で、道があって、でこっちの奥に見えてるのが焙煎とかをする小屋が向こうにあります。前にも小屋紹介ってしたんですけど、その小屋があります。ここが車が通る道で、ここを通ってこの一番どん付きがうちの家です。一番山の奥なんで、周りはもう何にもないです。